ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっとパンではなくてバターを作りたいと思います。そしてそのバターはめちゃくちゃ美味しい自家製バターです。少しですね、発酵をとってますので、すごく濃厚でそしてコクのあるバターに仕上がっておりますので、ぜひね、トーストとかに塗ってもらえると最高だと思います。まずは工程の動画を見ていただきたいんですけども、私なりにね、ちょっとこう工夫して見やすいように、こうしたら分かりやすいかなっていう風にね、考えて作りました。ですので最後まで見てくださいますととても嬉しいですので、よろしければご覧ください。ではまずは工程の動画をご覧ください。どうぞ。I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be, it's gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to.Trust into us, and we will Trust into us and we will have you through Cause we only want what's best for you
はい、いかがだったでしょうか。思った以上にね、簡単にできたことないですか。本当に発酵させて混ぜて、あとは型に取って冷蔵庫で冷やすだけです。そして今回は発酵バターを作ったので、この発酵っていう作業を除いて普通のバターを作るのであれば簡単にできます。そして工程の最後に水を切ってるところがあったと思うんですけども、完全に水を切ってから塩を 1% ほど入れると加塩バターになりますので、お好みで試してください。そしてバターができるまでの間に2つのね、商品も作ることができるんですよ。1つ目が完全に分離するまでに止めるとバタークリームを作ることができます。とても濃厚で芳醇な味わいのクリームになってますので、その段階でトーストしたものに塗って、例えば蜂蜜かけたり、もちろんそのまま軽く塩を振ってもありだと思います。こういった作り方でバタークリームはできます。そして次にですね、分離した後にできる液体、これがバターミルクになります。バターミルクもとても濃厚な味わいになっておりますので、先ほどの工程のバターを作る発酵に使うものでもあります。かつバターミルクはこれ単体でも使えますので、このバターミルクを使った商品を次回紹介できればいいなと思っております。今のところはですね、ビスケットを作ろうかと思っております。ですので楽しみにしておいてください。めちゃくちゃ美味しいと思います。そして最終的にできるのが発酵バターになります。このね、発酵バターめちゃくちゃ美味しいです。本当にこれね、このまま食べてもね、全然くどくないんですよ。めちゃくちゃあっさりしてる。でね、ヨーグルトに入れたりとか、あとバターコーヒーにしたりとか、でもちろんトーストも合うし、すごくシンプルにクラッカーとバターとかでもありです。もうね、めちゃくちゃこのバターが美味しくて、これとね、お酒が本当に飲めますし、最高のね、マリアージュになります。ですので皆さんもぜひ作ってほしいと思います。本当に騙されたと思って作ってください。めちゃくちゃ美味しいです。この機会にぜひ。ということでですね、本日は少しね、こう興奮気味に話しましたけど、それぐらいおすすめのバターですので、ぜひ試してください。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。私ですね、Twitter と Instagram やってますので、よろしければフォローよろしくお願いいたします。皆様お体ご自愛くださいね。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。